Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。ねえ、ほらあそこ、何か騒いでいるみたい。揉めているのかしら。とりあえず行ってみましょう。一体何の騒ぎですか？ああ、何人かの村人が近衛兵と揉めていてね。近衛兵と？どうしてです？あんたらは知らなさそうだな。最近村の子供たちが何人か行方不明になったんだ。行方不明？対策本部で聞いた事件と関係があるかもしれないよ。ああ、そうだな。では近衛兵の捜索でも子供が見つからないからあのような騒ぎになっていると？いや、騒ぎの理由は少し違うんだ。実は行方不明の子供を探してくれるよう近衛兵には再三頼んだんだが、彼らは一向に応じてくれなくてね。業を煮やした村人が近衛兵に詰め寄っているのさ。なぜ近衛兵は村人の求めに応じないのでしょうか？わからないけど、騒ぎがこれ以上広がる前に止めよう。たかだか平民風情が我々の職務を理解しているのか？それはもちろん分かっています。ですが魔獣がうろつく状況の中で村の外で子供たちを探すなど私たちには困難なのです。何度言われようと無駄だ。我々に暇などないのだ。失礼ですが、その辺で言い争いをやめてはいかがですか？ん？貴様何者だ？私は宗剣士として魔獣退治に協力しているものです。事情は聞きました。なぜ子供の捜索に対応しないのですか？迷子になった子供の捜索などしつけを怠った親の仕事だ。我々には何の責任もない。いなくなった子供たちの中には一人で村の外に出られないような子もいました。もしかしたら魔獣の仕業かもしれません。魔獣の仕業だと？自分たちの行動を顧みず我々近衛兵の職務怠慢だと言い張るつもりか？いえ、決してそんなことは。付き合ってられんな。我々の責任ある職務を侮蔑する者に傾ける耳などない。そのようなことが許されるなど。なんだ、何か用か？いえ。あまりにひどい。このような者たちに北帝国が守れるというのか？メディナ。メディナだと？もしお前オルティナノスケの小娘か？なぜ私を知っている？我が弟は宗剣学院に通っていてな。何でもオルティナノスケのメディナという小娘が我が弟を差し置いて生意気にも上級宗剣士になったというではないか。欠陥品が所詮不正でも行いのし上がったのだろうが非常に不愉快でな。貴様の名は一度聞いたきり忘れなかった。こんな場所に一体何をしに来たというのだ？オルティナノスケのものと同じ空気を吸うなど耐えられん。私は今の発言を訂正してください。アリス様、メディナ殿は正当な手段で上級宗剣士になられたのです。そうだぞ、俺は試験を見ていた。不正なんてメディナはやっていない。
なんだと、小賢しい学生どもが。なんならここで切り捨ててやるぞ。ここでは人の邪魔になります。立ち合いならば場所を変えてお受けしますが、どうしますか。何、おや、まさか学生相手に敗北するかもしれないとお思いなのですか。そんなわけはなかろう。私は多忙ゆえ相手をしている暇がないのだ。まあいい、今回だけは見逃してやる。私の寛大さに感謝することだな。アリス、メディナ、大丈夫か。おそらく以前の自分なら聖豪騎士であることを理由に躊躇なくあの者を処罰していたでしょう。しかしそれでは貴族としての地位を盾に村人を愚弄したあの者と同じになってしまう。アリス様、ありがとうございます。当然のことです。大切な仲間を愚弄されるなど許せませんから。仲間、それはそうとキリト、カラントの捜索が滞ってしまうかもしれませんが。なあ、俺も同じことを考えていたよ。子供たちを探すんだろ。心配しなくても、みんなアリスと同じように考えているはずさ。はい。あの、なんでしょうか。子供たちは私たちで探します。本当ですか。しかしあなた方も魔獣退治という仕事が。そんなことはどうでもいいですから、早く探しに行ってあげないと。どっちにしろカラントを探すためには村の近くを捜索する必要があるし、問題ないわよね。そうです、私たちでやりましょう。ありがとうございます。早速力を貸してくれる方々がいらしたと他の者たちに伝えてきます。ありがとうございます。みんな、それじゃあまずは村の人たちに話を聞きに行こうか。Okay, do you like my necklace? Map, show me what you got. No info retaining? Okay, who is likely to know what? The arrow's pointing me that way, so... The heck?Why did you just load up right there, clear as day? The arrow pointed to you, but you weren't even there! What the heck? Just a little bit.おお、そうなのか。何か知っていることがあれば教えてくれませんか。ああ、手がかりになりそうな情報だよな。何でも構いませんよ。失踪する前の子供の様子でも村の様子でも。
そういえば、気になるもんを数日前に見たな。何でしょうか？馬車だよ。村で馬車を見たんだ。馬車ですか。それほど珍しいものとは思えませんが。いや、馬車自体が珍しいわけじゃねえさ。商人の中には馬車に乗ってくるやつもいるからな。ただ、俺が見た馬車は貴族のものだったんだ。貴族の馬車、商人の馬車とはやはり違いますか？ああ、見た目が随分と豪奢で、それに貴族の紋章が描かれていたからな。この村で貴族の馬車を見たのは初めてだったから、随分と違和感があったのを覚えているよ。貴族の馬車か。確かにルーリットの村でも見たことがないかな。紋章ってことは、そこから所属だったり家系なんかを突き止められるかもしれないね。ではその紋章について詳細を教えてもらってもよろしいですか？ああ、もちろんだよ。必ず子供たちを見つけ出してくれ。について調べているんですが、少し話を聞いてもよろしいですか？おお、子供たちについてか。しかし、助けになりそうな情報は持っとらんの。どうした？この首飾りが気になるのか？随分と立派だと思って。あ、いえ、すいません。いいんじゃよ。わし自身、自分でも不釣り合いじゃと思っとるからな。これは皇帝に仕えていた頃にもらったものなのじゃ。あの四皇帝の一人に仕えていたのですか？ああ、北帝国皇帝にな。ずいぶん昔の話じゃが。それならば、北帝国にいる貴族に詳しかったりしませんか？貴族に？まあ、それなりにはの。では、これを見てください。失踪した子供を探す手がかりです。この紋章がどの貴族のものか知りたいのです。おそらくオーレシアン家の紋章じゃな。聞いたことないな。オーレシアン家の人にはどこに行ったら会えますか？邸宅がある場所を教えよう。行ったところで会えるとは思えんが。それでも行ってみます。ありがとうございました。The estate's all the way back over there? Alrighty then. シアン家の邸宅だな。貴族の家だけあって立派だね。早速話せるかどうか聞いてみよう。
止まれ。ここは由緒あるオーレシアン家の邸宅だ。何者をも入ることは許されん。俺は北セントリア修験学院上級修験士のキリトです。実はある事件を追っていて。修験士だと？修験学院の学生がこの場所に何の用だ？だから事件を。当主からは何者をも邸宅へ入れるなという命令を受けている。話だけでも一度聞いて。その必要はない。直ちに立ち去れ。あっちは貴族ですし、やっぱり難しいですね。ちょっと待って、アリスの権限で邸宅へ入れてもらうことはできないの？もちろん聖号騎士という身分を明かし邸宅へ入れてくれと頼めば相手はそれを許可するでしょう。しかしそれは衛兵や貴族が絶対に拒否できない命令を下すのと同じことです。オーレシアン家が失踪に関わっているとわからない以上、やはりむやみに騎士としての権限は使うべきではないかと。なるほどね。悪かったわアリス。あなたが決めたことなら私もそれを支持する。もちろん私もです。他の方法を考えましょう。キリト君、何かいい方法はない？頼んでダメなら侵入するしかないだろう。あんたね、そんなの論外よ。やっぱりここで待つしかありませんか？そうね。もしかしたら馬車の出入りが確認できるかもしれないわ。見てください、邸宅から馬車が出てきます。ちょっとアリスさん、静かに。失礼しました。こうもうまくいくとは思わなくて、つい。一体どこへ向かうんだろう。思い切って呼び止めて中を確認するか。そんなの良くないよキリト。ユージオの言う通りです。今の私たちに貴族の馬車を止める権限はありません。分かったよ。とはいえ馬車を見送るためだけにここに留まっていたわけじゃないだろう。そうだね、後をつけてみよう。頼む。ええ。Where's our next destination at? All the way on the other side. Gotcha. Let's go. Shit, that was a big one.What the heck happened over there? How can a carriage fall over? いい加減足で追うのも辛くなってきたな。この程度で弱音を吐いている場合ではありませんよ。今のは魔獣の鳴き声みたいだね。かなり近かったな。警戒しよう。キリト、前を見て。まずい、みんな馬車を守るんだ。
Of course it would be these freaking lightning links. Of course it would be those guys. Gotcha. Will y'all attack for someone? By all means, because you're all just standing there letting me do all the work. Jeez. What are y'all waiting for? Getting clapped by them or what? Do something, do something, do something. Next. で全部か。うん、そうみたいだね。馬車の様子を確認しよう。キリト君、御車の人はもう間に合わなかったか。お兄ちゃん、何か聞こえない？馬車の中から聞こえるわ。オーレシアン家の人かしら。中に入っている人の安否を確認するためだ。馬車の中を確認しても問題ないよな。ええ、もちろんです。君たちは。お兄ちゃん、誰？もしかしてこの子たちって失踪した子供たち。よかった。急いで子供たちを村へ連れて行こう。ありがとうございます。こうして再び我が子に会えるなんて。ありがとう、お兄ちゃん。本当に何とお礼を言えばいいか。偶然見つけられたようなものですから気にしないでください。しかし、なぜ貴族の方が子供たちを。それについてはこちらで追って調べてみます。何の騒ぎかと思えば貴様らか。あなたは。ふん、この子供たちは迷子になっていた子たちか。この子たちは迷子じゃなかった。貴族に連れ去られていたんです。貴族に？なぜ貴族が平民の子供など求めるのだ。それは。とにかく子供が見つかったのであればそれでいいではないか。氷教会からの命により魔獣からは守ってやる。しかしそれ以外は貴様ら親の責任だ。二度とくだらないことで我々この兵の手を煩わせるなよ。相変わらず
嫌味なことを言いますね。気持ちは理解できるよ。でも全ての貴族がああいった性格なわけじゃない。ええ、もちろん分かっています。どうしました？馬車から見つかったという子供たちはこれで全部なのですか？はい、そのはずですが。その足りないんです。いなくなった子供たちは他にもいるんです。なんてこと。キリト、もう一度オーレシアン家の邸宅に戻りましょう。ああ、他の子供たちがまだ残されているかもしれない。